治ってないでしょ。え、本当に治ったんですか。佐久間が壊しました。ごめんって、佐久間。めちゃめちゃいい、普通に。佐久間ごめん。毎日使ってますよ。もう9000円返してもらえに。9000円返してもらおうから。どうやって？ミグルからのダンプレですね、あれ。そうですね、めっちゃちょありがたいですよ。あ、そういうこと？めちゃめちゃ気持ちいいです。あ、それだけ自分で買ったじゃない。そういうことって動画見てないだろ。ほんまにめっちゃいいですね。おお、気持ちいいな、すごい。もうなんかカプセルみたいだね。ちゃんと頭も後ろにつけたら、頭もやってくれてる。おお。カプセル仕様みたいな。すごいね、これ。もう、次。おぉ、割れとる、割れとるな。これ、編集してたら疲れますからね。ああ、そうそうそう。本当はね、座ったままなんか運動できるやつとどっちかもあったんだけど。おぉ、そんなんあるんだ。なんかこう、ウォーキングしながらデスクワークできるみたいな。へぇ。それがこっちもあって、こっちの方がいいかなと思って、こっちにしたんですよ。なるほど。いや、本当にパスワードよ、これ。あ、佐伯くんも。うん、早速来てますね。来てますね。日本酒めっちゃいい。サラサラしたよね、なんか。乳首出てますね。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、似合ってる、似合ってる。タグつけっぱなしで。で、タグマが壊した？うん。完全に割れてます。それのね、音だもん。そういうことでしょ。さすがに、だって割れとるやん。もう、そう、完全にね、普通に考えてさ、うん、元のキノコの上に乗りますかって話やん。それに近いものありますよね。あんな3本のあんなおはずのやつに自分の体重がかかるやつあります。よくないよ、それで逃げるの。あ、それで自分の失敗から逃げるのはよくないよ。ちょっと本当にごめんなさい、申し訳ないです。まあ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 ね、誰でも失敗ありますから。はい、撤収です。いや、どうですか。めちゃめちゃ気持ちいい、これ。でっかいのが届いて、佐伯くんびっくりしたんじゃない。いや、ほんまにいきなり、え、うん、何かなと思って、で、マッサージチェアで、うわーと思って。ありがたかった。ありがたいです。なんか、体をこう、うん、気使ってくれてるのかなみたいな。あー、そうだね。いや、これなんか、ね、あのすごいさ、年取ってからお父さんお母さんに贈るものですから、愛のあるプレゼントですよね。そうですね。そういった意味では、うん、うわ、愛を感じましたね。どう、黒髪なんて言われました、ちなみに。え、めっちゃいいって言われましたよ、さっきのライブやったら。マジですか。どうですか、黒髪。なんか俺はもう何がおかしい、どういう心境の変化で黒髪したのか知りたい。やっぱちょっと自粛中で何しようかなと思って、まあ、とりあえずちょっと黒にしよう。自分で染めたの。自分で一人でこうやって。だから後ろわかんないですよね。どうするの、できてますか。もう完全にできとる。おお。でも確かにね。うん。やっぱ似合ってるわ。やっぱ男はやっぱ黒かな。確かに似合ってるけど、最初見た時は、はい、やっぱ金髪で見慣れとったからさ。ああ。すぐ気づきましたね。すぐ気づく。黒。みんな気づく。なんか何も言ってこなかったけど。ミクルが気づかなすぎて受けたよ。いや、俺言ったよね。いや、気づいてたけど多分言ってなかったんです。いや、ミクル気づいてなかったよね。あれ、俺言ってないっけ。言ってない。あれ結構ね、でもそうやって気づかないんですよ、意外とね。うん、あの気づかないですよね、意外と。でもやっぱ佐伯君って乙女心持っとるからさ。あ、そうっすね。そ、女の子って気づいてほしいじゃん、その髪の毛ちょっと。気づいてほしいですね。やっぱ乙女心持っとるね。乙女心持ってますから。俺にね、キュンとしたってこと。そう、心は女の子なんだ。あ、ちょっとキュンとしましたね。あ、気づいて、ちょっとしました。